どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 SPG アメックス保有者狙い目、ヒルトンホテルのダイヤモンドステータスに9泊でね、なれる方法っていうのをね、解説やっていきたいと思います。今現在ですね、マリオットボンボイホテルのステータスマッチがですね、かなり盛り上がっている状況なんですけども、実はですね、ヒルトンホテルでもダイヤモンドステータスがね、取得しやすいっていうことですんで、今回ね、解説やっていきたいと思います。またね、先日やっとですね、ヒルトンホテルの方も GoTo トラベルキャンペーンね、開始しましたので、ヒルトンホテルのね、ステータス欲しいという方はですね、ぜひね、最後まで動画ね、見ていただけたらなというふうに思います。まずね、ヒルトンのステータスに関してなんですけども、ヒルトンのステータスはですね、メンバー、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドっていうふうに分かれておりまして、メンバーとシルバーに関してはですね、大きな得点はまあそこまでないんですけども、ゴールドに関してはですね、ベースポイントに対して 80% ポイントとかですね、レイトチェックアウトや無料の朝食とかですね、スタンダードルーム特典ということで、5泊以上ね、利用した場合は5泊目がね、無料になったりっていうね、特典があります。またね、ダイヤモンドステータスになるとベースポイントが 80% から 100% にね、ボーナスポイントがついたりですね、エグゼクティブクラブラウンジがね、利用できたりっていう特典があるわけなんですよね。それではまずね、全体の流れなんですけども、 SPG アメックスを保有されている方はマリオットボボイのね、ゴールド会員という風になりますんで、ここからヒルトンへのステータスマッチを行ってもらいます。そうするとですね、ヒルトンホテルのゴールドステータスがね、一時的に付与されるわけなんですけども、このステータス特典中にですね、ヒルトンホテルに5泊宿泊するとゴールド、9泊するとダイヤモンドになれるっていったね、流れになります。それではですね、ヒルトンとマリオットボンボイのね、ステータスマッチに関してね、解説していきたいと思うんですけども、ステータスマッチ自体にもですね、条件というものがありまして、ステータスマッチ自体がですね、利用できるのは1回だけというふうになっておりまして、現時点ですね、シルバー会員以下のね、方限定というふうになっておりますんで、この点はね、注意してください。ヒルトン、ビザ、ゴールドクレジットカードなどをね、保有されているゴールド会員の方はですね、このステータスマッチっていうのはね、利用することができませんので、この点はね、覚えておくようにしてください。ではですね、こちらがヒルトンのね、ステータスマッチの公式サイトなんですけども、こちらにですね、名前と宿泊実績、会員番号ですね、それとホテルのね、ステータスを選択するところがありますんで、今回はマリオットボンボイということですんで、マリオットボンボイね、選択していただいて、こちらね、申請していただくっていう形になります。これで申請が通るとですね、90日間限定なんですけども、ヒルトンホテルのゴールド会員のね、ステータスが付与されるっていった形になります。この期間中にですね、ゴールドステータスであれば10泊、ダイヤモンドステータスであればですね、18泊利用するとですね、2022年の3月末までね、ステータスを維持することができます。先ほど言ってたね、宿泊日数とちょっと多いっていう風にね、思われた方いらっしゃると思うんですけども、こちらはですね、2020年9月現在ですね、ヒルトンホテルではダブルクレジットキャンペーンっていうのを2020年の12月31日までね、行っておりまして、1泊に対してですね、2泊の宿泊実績をね、付与してくれるっていうね、キャンペーンをね、行っております。こちらを利用するとですね、本来ゴールドでしたら10泊必要なところがですね、5泊で済んでっていう感じになりまして、ダイヤモンドであればですね、18泊必要なところなんですけども、9泊でね、利用できるっていった感じになるわけなんですよね。9泊でですね、2020年の3月末までヒルトンのね、ダイヤモンドステータスね、維持することができますんで、これね、かなりね、お得に利用できるのではないのかなというふうに思います。またこのキャンペーンについてはですね、エントリーが必須というふうになっておりますので、こちらについては概要欄にね、 URL 載せておきますので、そちらね、確実にエントリーしてね、利用するようにしてください。またステータスマッチに関してはですね、5泊かね、9泊する必要があるわけなんですけども、5泊もしくは9泊ということで、連泊でも OK なんですよね。ですので、わざわざね、滞在を分ける必要がありませんので、連泊でね、こちら達成できるっていうのもね、かなりおすすめポイントっていう風になっております。
連泊でね利用できるっていうのはねかなり楽でねいいんじゃないのかなっていうふうに思います。またですね、現在ヒルトンではサマーセール 30% オフというのをねやっておりますんで、また先日からですね GoTo トラベルキャンペーンも開始というふうになりましたので、こちらね最大 54% オフで宿泊ねすることができてしまうんですよね。このねサマーセールについてねちょっと解説していきたいなと思うんですけども、このサマーセールの概要なんですけども、予約期間が2020年の7月の22日から2020年の9月の25日まで、宿泊期間が7月の23日から11月の23日までっていう風になっておりまして、特典としてはですねヒルトンオーナーズの会員はシンプルステイ 30% オフという風になっておりまして、これ以外にもですね空室状況にはよってしまうんですけども、アーリーチェックインとかレイトチェックアウトとかもね利用できるっていう風になっております。またね対象ホテルは国内ヒルトン17ホテルという風になっておりますんで、利用しやすいかなというふうに思います。予約期間に関してはですね9月の25日までっていうふうになっておりますので、もしね今回のこの方法でですねヒルトンのねダイヤモンドステータス狙いたいという方は、このサマーセールね確実に狙った方がお得にね利用できますんで、予約期間がですね9月25日までっていうふうになっておりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。それではですねヒルトンホテルもですねようやく GoTo トラベルキャンペーンね対応開始というふうになったわけなんですけども、ヒルトンホテルの場合はですねホテルによって対応がね異なるっていうふうになっているので、ここはね注意するようにしてください。そのままね割引で利用できるホテルもあればですね、ステイナビでクーポンを発券する必要があるホテルもありますんで、こちらね注意するようにしてください。こちらについてはですねかなり数が多いというふうになっておりますんで、この動画の概要欄にですね一覧載せておきますんで、利用される方はですねそちらから見ていただけたらなっていうふうに思います。またですねステイナビのクーポンの発券方法についてはですね、ちょっとねマリオットボンボイホテルと同じ動画にはなってしまうんですけども、そちらでですねステイナビのクーポンの発券方法解説入れておりますので、そちらね見ていただけたらなっていうふうに思います。それでですね今回ダイヤモンドステータスね獲得するためにはですね9泊する必要があるということで、ちょっとね価格がねお手頃なヒルトン成田ですね、どれぐらいで利用できるのかですね検索してみました。ちょっとね検索した結果がねこちらになるわけなんですけども、こちらね9月の、まあ、一覧っていう風になってるわけなんですけども、かなりね価格安いですよね。9月の、ね、連休とかでも9800円ということで、かなりねお手頃なのではないのかなというふうに思います。こちらはまあ表示価格っていうふうになっておりまして、税金とかですねサービス料を入れるとですねこちらの料金になりまして 12,181円というふうになるわけなんですけども、ここからですね GoTo トラベルキャンペーンのね割引入りますんで、価格としてはですね7,917円っていう風になるわけなんですよね。これかなり安いと思いますよね。でですね、まあ1泊ね7,900円、まあ約8,000円ぐらいということですんで、ダイヤモンドステータスね獲得するためには9泊っていう風になりますんで、まあこれね単純計算しても7万円ちょっとぐらいでね利用することができるわけなんですよね。かなりねお得ですよね。まあこれね計算させていただいたのは、まあこの検索した中でもですね一番高いね連休の中日でね検索しているわけなんで、これでもね高い方なんですよね。ですので平日とかね利用できるようであればですね、これよりですね価格下がるっていう風になりますんで、ヒルトンのねダイヤモンドステータスね狙っている方はかなりねチャンスなのではないのかなという風に思います。またねヒルトンを予約する際なんですけども、こちらね知ってる方結構いらっしゃるかもしれないんですけども、楽天ありますよね。楽天の海外版のサイトでですね、楽天のキャッシュバックサイトっていうのがありまして、楽天 Ebates っていうねサイトを利用するとですね 2.5% のね還元受けることができますんで、こちらねヒルトンね公式から予約する際はですね、ぜひ利用してみていただけたらなというふうに思います。概要欄にね公式サイト載せておきますので、こちらね入会後90日以内にですね25ドル利用するとですね10ドルもらえるっていうねキャンペーンもやっておりますんで、ぜひねこちら利用してみていただけたらなというふうに思います。こちらね利用方法に関してはログインしていただいて、検索バーですねアルファベットでヒルトンって検索していただくとヒルトンのね案件出てくるようになりますんで、こちらねクリックして
公式サイトに移ってですね予約するっていった形になります。またこちらのたまったキャッシュバックについてはですね PayPal ってありますよね、あちらを通してですね銀行に出金することも可能ですので、ぜひね公式サイトからね予約している方はですねこちらね利用してみていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルのダイヤモンドステータスに9泊でなれる方法っていうのをね解説させていただいたわけなんですけども、マリオットボンボイのねステータスマッチに必要な宿泊数は15泊ということで、マリオットボンボイのステータスマッチの方はですねプラチナでね15泊することができますんで、この15泊中もですねラウンジ等々をね利用することができるわけなんですけども、15泊必要ということで、一方ヒルトンの方ですね9日で達成することはできるんですけども、この9日間についてはですねゴールド会員という風になりますんで、ラウンジはね利用することができないんですけども、宿泊日数がですね少ないという風になりますんで、こちらねかなり悩ましいところではないのかなという風に個人的には思っております。いずれにしてもですねここまでお得にですねホテルのねステータス取れるチャンスっていうのは間違いなくもうないと思いますんで、ぜひね迷ってる方はですねチャレンジしてみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますんで、ぜひねチャンネル登録してない方はねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。これからですねヒルトンホテルのねことについてもですね動画解説ね出していきたいなというふうに思っておりますんで、ぜひねチェックしていただければなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。